はいはい。ってことで、はい、どうやらすっぽんスープが出来上がったみたいです。スープカモンヌ。イエー。カモンヌ。おっと。おっと。あ、もう湯気出てますよ。熱々。小野さん来ました。ぜひ熱いうちに飲んでください。やだー。ちょっと待って。これちょっと岩ちゃんちょっとどんな色のスープなんだろう。そうですよね。視聴者に。あっちいな。暑いな。超あちあちで嬉しい。あ、これあれですね。なんか、あ、なんか健康に良さそうな、うん、なんか色がね。色をね、うん、なんて言ったらいいんだろうね。黄色っぽい感じ。そうね。お出汁みたいな、なんか黄金色みたいな。黄金色、黄金色。ね、確かに。匂い、匂いどうですか。いいですか。まあ、いい匂い。いい匂いする、いい匂いする。小野シェフ。小野シェフ、いい匂いします。めっちゃいい匂い。ちょっと待って、僕ちゃんと嗅ぎたいよ。うわー、いい匂い。濃い、濃い匂いする。いい、めっちゃ香ります。あー、なるほどね。え、ちょ、いいっていいんですか、私。もう行きましょうよ。あ、緊張してきた。あの、作られた小野さんを目の前にして。そう、ちょっと緊張しちゃうんですよ。目の前にして飲むっていう。いいですか。ぜひぜひ岩ちゃん飲んでみてください、ちょっと。ではちょっといただきます。はい、どうぞお願いします。あ、なんかこう、ちゃんとこう混ぜたらなんか色出てくるっていうか、ええ感じのなんかこうね。いい感じ。ちょっとじゃあ、早速、いただきますね。おいしい。小野さん、おいしい。ちょっと待って、もう一回、もう一回。どうなの？どうなの？なんかさっきそのスッポンってちょっとこの臭みがあるとかいうイメージがあっておっしゃってたんですけど、うんうん、臭みなんて一切ないですよ。ないよ、臭み。全くない。しかもね、コラーゲン入ってるんですよね、これプルプルのね。そうですね。これ絶対やばい、私明日。明日プルプル？ちょっと最高なんですけど、明日プルプル好きな人に会おうかしら。会わんで、えっちゅう。1日だけじゃなくて、はい、3日続けた人は、もう次のツヤツヤだったって言いました。いや、すごい。ちょっとコラーゲンパワーや。コラーゲンパワーすごい。味はどうなんですか。あのね、うんうん、全然初めてっていう感じじゃないんですよね、うんうん、なんかね、すっぽんの味をね、うん、正直わかんないんですけど、うん、本当に飲みやすい、うん、美味しいお出汁みたいな。じゃあ、なんかこう、あっさりと深いみたいな。そう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 、うん、これなんか雑炊とか、あ、まあ、すっぽんやから美味しいやろな、こう卵と閉じたりとかね。めっちゃいけそう。高級ですよ、でもだいぶ高級ですよ、ね、だいぶ高級ですよ、これ。え、これ待って、これじゃんじゃんいけちゃう。いけちゃいます。リットル単位で、リットル単位で、リットル単位で、リットル単位、結構いくな。すごい。誰、ニシピーにも味わっていないんですよ。無理ですから、大丈夫、いけます。ぜひお願いします。ちょっと行ってみていいですか。私のこの下手くそな食レポじゃなくて、いやいや、俺も食レポそんな得意じゃないけど。ちょっとレシピに、じゃあちょっといただきます。ちょっといただきますね。うんうんうん。いや、めっちゃ、うわ、いきますよ。いや、いきますよ。早く行ってください。いきますよ。早く行ってください、早く。これは深い。味が深い。そうでしょ、味が深いな。これすごい。あ、深いよ。4回目。めっちゃ言ってる。いや、これ美味しいわ。めちゃくちゃ美味しい。何やろうな、こうどう表現すればいいかな。でも、うん、確かにこれね、僕すっぽんは食べたことあるんですけど、すっぽんの、すっぽんの臭さはほんまに全くない。全くないし、だからこうなんてあっさりいけるんやけど、うん、こうね、なんていうの、お口の奥に入れば入るほど深みが増すっていうか、うんうんうん、いや、でも小野さん、これほんまになんかこうあっさりしてるけどむっちゃいい出汁効いてるっていう感じがありますよね。ま、そうですよ、まあ、あの、言うなればこう地味深いっていう感じです。ああ、はい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 、むっちゃ美味しい。あの、余分なものほんと入れてなくてですね、うん、なのでこうよくすっぽんとかマツタケとかってよく言いますけど、ああいうのはやっぱりこう、うん、いろんなものを入れていく上での味なので、今回のものはもう、ピザのスープなので、もう、スッポンの味がよく出てるかと思います。この、この、なんていうの、風味？風味ね。これがスッポンってことですかね。うん、まあ、鼻に抜ける感じはね、うんうんうん、あの、やっぱりスッポンのその、なんか良き香りが出ていくんだよね。これ、
本なんだ、うんうんうん、めっちゃ美味しいです小野シェフ、どうしよう、はい、うん、どうです、小野シェフ、もうなんか肌ツヤが出てくるかい、そんな肌ですか、そんな早出てけへんよ、小野シェフ笑ってます、笑ってます、うん、じゃあ OK です寒い時なんかはすごく体が温まると思います、ね、いや本当に今日なんかすごい寒いから、これも需要競争も優れてるし、ある意味もうなんかね、女子からすればもう強い味方っていう、ね、やばい、これも元気が来ました、来ました、ちょっとまとめてからやってもらっていいですかちょっと今勢いでやられてみなぎってきました、みなぎってきました、エネルギーがね、エネルギーが、でも超美味しい、こんな言葉で片付けたくないけど、いやいや、まあ、ほんまに一番わかりやすい、いやでもほんまにねめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかった、うんうん、これを使ったなんか料理みたいなのないんですか他に、ね、これからね、なんかね、いいですね、これをベースにいろんなものに使えるかと思ってますので、あくまでも今回はこうそのベースを作って味見をしていただいた感じです、なのでこう例えばこれを中華風にしたり洋風にしたり和風にしてもいいですし、先ほど言ったように雑炊とか鍋にしても美味しいです、あ美味しそう、いやなんかもうあるじゃないですか、糸田町ってそれこそなんかもうお野菜だってね、お米だって美味しいとこやから、このすっぽんのこのスープを利用したなんかいろんなね料理の幅がまた出来上がればね、うん、ほんと糸田町のまた名産品特産品になっていけるよね、すっぽんの唐揚げとかも美味しいんですよ、それはもうすっぽんの身ってことですかね、そうですね、肩とかもものもも肉の部分の唐揚げ、知らないで食べたらどこのお肉だろうって感じなんですけど、なるほど、それも気になる、今日もまたあどうぞ、いらっしゃった時にはぜひ鍋をお出ししますので、ありがとうございます、食べに行きます絶対に、今度岩ちゃん行こうな、ちゃんとな、絶対行きます、マジでしっかりと行く、田町に、うんうんうん、はい、今日はおシェフありがとうございました、ありがとうございます、お忙しい中おいしいもの食べさせていただきまして本当にありがとうございます、ありがとうございます、いやどうよ岩ちゃん、こう今日でまたあれじゃないですか、糸田町のこの食の豊富さというかね、いやびっくりしました、私びっくりしたね、これでもすっぽんほんま美味しかったね、めっちゃ美味しいです、美味しかった、なんか本当にその臭いとか、うん、イメージ全くなくなりました、いやでもやっぱあるもんな、やっぱりどうしても、そうなんか、そんな何も知らない状態やと、うん、そうですけど、そうそう、マジでやばいです、これほんまに、なんかね、私はちょっと、うどんとか、うどんとか入れちゃうみたいな、関西人やからこういう薄味のなんか深いやつ美味しそうやもんな、そううどんと合いますし、これめっちゃいろんな広がります、これ絶対広がるよね、うん、これをベースにね、いや最後にお母ちゃんと、はいはい、すっぽんパワーでエンディングしてもらっていいですか、分かりました、はい、おかつちゃんです、はい、すっぽんの今日はスープを飲んだんですけれどすごいパワーがみなぎっちゃってね、この終わるのもったいないって感じなんですけど、まあちょっと今日もね、まだ次回もありますから、ちょっと今日はそれで終わりたいと思います。